奏者、作曲家。ジャズを中心に、クラシックや映画音楽といった多様な分野において、クラリネットのみならず、サクソフォンやバンドネオンなども演奏し、指揮もこなすなど多彩な音楽活動を繰り広げる。フランスにおける、フリージャズの主導者の一人、パスピレネーケンバイオンルーマレ。吹奏楽団のリーダーを務めていた祖父がファゴットを、 父親がトランペットを演奏していた影響で幼い頃から数多くの楽器に接しており10歳頃から本格的にクラリネットを始めるパリ音楽院に学び1959年にフルミエプリを受賞1963年にジュネーブ国際音楽コンクールで1965年にはブダペスト国際音楽コンクールでそれぞれ最高位を獲得した 1960年代には、バルバラ、セルジュ・ゲンスブール、ペレスプラードなどのシャンソン、バリエテ、マンボといったポピュラー音楽の演奏にも参加する。一方で、サニー・マレーやフランソア・テュスクといった、フリージャズの先導者たちとも共演している。1969年には、ビンコ・グロボカールラと共にニューフォニック・アートの設立メンバーとなり、シュトックハウゼン。 マウリシオカーゲルの活動に貢献した。1971年には、ヨーロッパとアメリカの音楽家の出会いと実験の場を目的としたミッシェル・ポルタルユニットを創設。それ以外の場でも多くのジャズメンと共演し、以降フランスのジャズシーンをリードする一人となる。ジャズとクラシックの演奏活動を継続する一方で、1975年頃からは、 テレビ、映画のための音楽を大量に作曲しており、セザール賞を複数回獲得している。ジャズ奏者として、幾多のスタジオ、ライブ録音があるほか、クラシックの演奏家としては、ブーレイズのドメインズや、パスカル・ロジェラとのフランス近代作品集、メロス弦楽四重奏団とのブラームスのクラリネット五重奏曲をはじめ、モーツァルトやシューマンなど、ハルモニアムンディフランスや、 デッカレコード、EMI などに録音している。マウリッシオカーゲルサニーマレーカールハインツ、シュトックハウゼンミロスラフビトースジャッキーテラソン主なソース。ありがとうございます。